こんにちは、ひなたです。はい、ということで今回はこちら美容室に来ております。はい、今回は1万円で冬服全身コーデを選びたいと思います。はい、ということで冬服なんですけど、なんかちょっと自分の好きな感じで決めたいと思います。今日は可愛い系か大人っぽい系どっちかにしようと思ってるんですけど、まあ見て決めたいと思います。 GO! セーター、セーターめっちゃ可愛い。そう、あとネックレスも欲しいんですよ。そう、セーターとかに合うから、これから、あ、こういうのにも合うんじゃない。ネックレス買おう。はい、え、見てすごくない、この形めっちゃ可愛い。なんか今流行りのこういうのも可愛い。ちょっと寒いかな、候補ですね。これこのちょっとダボってしたパーカー、モコモコの、これも候補に入れる。これめっちゃ可愛い、可愛い。未来系アクセサリーなんだよ。待って、可愛い。ちょっとお金が余ったらネックレス買いたいと思います。モコモコいいんだよ、こういうの。でもこれも普通に合うと思うんだよ。あ、これにしようかな。これにどうやって合わせるんだろう。これ私持ってるんですけど、色違いだけど、こういう着方がある。すごっ、めっちゃ参考になる。夏とかにしか着れないのかなと思ったんですけど、こういう着方があるって初めて知った。この先でも着れますね。黒だからね。お、かわいい。なんかもう可愛いのがありすぎて全然まとめれない、絞れない。え、可愛い襟、なんか襟だけとか流行りましたよね。巡り合った。これさ、めっちゃ可愛いかな、この色。ビーズだけどなんかちょっと手作り感あって、なんかでも色もおしゃれで大人っぽくて、なんか真珠みたいで可愛い。え、ちょっとこれ欲しいな。お金余ったら買います。1万円だからね。カチューシャも流行ってますよね、こういう、こういうやつ。こういうのめっちゃ可愛い、こういうの。ちょっと待って、アクセサリーもめっちゃ可愛い。で、ちょっとね、大人っぽい系でいきます。ネックレス欲しい。これか、これか、これ全部いい。もう可愛くない？これクリスマスって感じする。トップス決まったので、あと合計6500円ぐらい。じゃあボトムスは、じゃあ、あ、こっちにしようかな。これ、これめっちゃ欲しくてずっと探してたんですけど、この長いブーツ、これめっちゃ可愛くないですか。これもうめっちゃ候補。そう、だからブーツとかにしようかな。そう、ブーツ冬っていう感じがするからブーツにする。見て、こういうのも可愛い。これ靴下がちょっと見えるのも可愛い。そう、ブーツあんまり持ってないからめっちゃ欲しいです。短いの、ここら辺のやつにします。こっちにしよう。はい、はい、ということでコーデがやっと選びました。もうね、めっちゃ悩みに悩んだコーデはスタジオでちょっと来て紹介したいと思います。
ということで帰ってきました。じゃん。では買ってきたものを紹介したいと思います。今回ねめっちゃ可愛いですよ、皆さん。じゃあまずポップスから、じゃじゃん、こちらシャーリングブラウスというものです。白、はい、リボンがついています。これ、寒いでしょこれだけだと寒いのでね、ちょっとマネキンさんのを参考にさせていただいたんですけど、めっちゃ可愛いと思って、中にじゃん、こちらハイネック、ハイネックの黒ですね。これにこれを合わせるんですよ。めっちゃ可愛くて、それがすごく、なのでこれ着るの楽しみですね。次、下がこちらチェックミニスカートです。これはトップスも黒と白だったんで、ちょっと若干緑入ってるんですけど、黒と白のチェックにしました。はい、次、靴でございます。こちらじゃじゃーん、レースアップブーツです。ちょっと形がねすごい大人っぽいんですけど、ね、このタイプのブーツ持ってなかったんで、すごい大人っぽい、これ欲しいなって思って買いました。最後、早いですね、もう最後です。じゃん、こちら、このね模様がクロコダイルで、めっちゃ可愛いなって思って買いました。で、今カチューシャが流行ってるので、カチューシャ買ってみました。はい、今回は結構黒と白がメインです。ブーツが3999円で、ハイネックが999円、安いで、ミニスカートが1999円で、ブラウスが1599円で、カチューシャが399円でした。合計9895円でした。ちょうどいい感じです。で、本当はブラウスにネックレスをちょっとつけたかったんですけど、合計見たら110円くらい落としてカーってなって、カチューシャにしました。このカチューシャもすごい可愛い。はい、では着てみたいと思います。変身、はい、着替えてきました。じゃじゃーん、はい、っていうことでこんな感じなんですけど、こうトップスめっちゃ可愛くないですか。こんな感じ、本当はこういうネックレスとかあっても全然可愛いと思う。見にくいと思うけど、注射靴がすごいね、歩きやすくてめっちゃいいし、おしゃれだから超いい。あとこれあったかいから全然、この2つでもね全然いける。あとここのヒラヒラがすごい可愛いです。これ結構何でも合うと思う。普通にデニムの長ズボンとかもストレートパンツとかも合うと思う。ロングスカートもめっちゃ可愛いと思う。でも私は足を長く見せれるようにミニにしました。ポイントはやっぱりこの黒ですね。ここに黒が見えてて引き締まって見えるので、ポイントはここです。この組み合わせはマジで可愛い。ちょっとこれから私はこういう感じで着こなしたいと思います。こういうのね結構持ってるので、はい、っていう感じです。ということで、コーデはこんな感じでした。よかったら皆さんも真似してみてください。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったら、これ、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、バイバーイ。バイ。